はい、ラスです、だいぶ頑張ってきたせいでそろそろ喉が痛くなってきたので、穏やかにゆっくりとやりたいなと思うんですけど、どうせ最後の方はかなるんだろうなと思いながら、はい、はい、TBS 系列のドキュメンタリー番組が構成企画され放送されるらしいであります。その名も戦場記者だって、はい、ね、っていうのがあって、うん、でね、当然さ、戦場なんだからそのキービジュアルには戦場の写真または、もうフィクションの戦場っぽい写真が使われるのがまあそろそろだって思うとこじゃない、うん、これね、フィクションだったらまあ許されるとこだと思うよ、はい、こういう戦場もあるよねっていう、まあそれはそれでありだと思う、はい、まださ、アーバーワークーのさが背景にあっても方がよほどマシよな、あ、ガンダムね、はい、で、出よ、はい、背景になった、キービジュアルの背景になったのはどこかというと、このツイートね、はい、映像戦場記者っていうののツイートがあるんだけど、はい、なんだ、フェイクニュースを許さない真実を見る記者たちの物語だって、はい、ここで今までこう散々煽ってるけど理由がわかるとは思いますかね、はい、ここのさ、ハッシュタグでガザとかウクライナとかアフガニスタンとか現在こう進行形で戦争が起きている、まあ、ガザは戦争中か内紛中かだけどね、ようなところが書いてあるじゃん、そこまではいいやな、で、まあ、ここにさキービジュアルでこう崩れたビルね、半壊したビルのところに記者っぽい野郎どもが3人ぐらい立ってるんだけどさ、はい、これね戦場じゃないんだよ、ただの爆破テロ現場であります。ただの爆破テロ現場っていうのはちょっとおかしい語弊があるけど、まあでもそういうことよ、はい、あの内紛ですらない、ただのテロ現場、あ、言うたらね、あのグランドゼロを背景しているもんだな、うん、ガンゼルってわかるかな、あの 9.11 の時に、貿易センタービルがアポーンをしたところがグランゼルだね、あそこを背景に写真を撮っているようなもんだ、それは戦場じゃないよね、それは戦争じゃないよね、少なくてもテロが起きている周りは、まあ、確かに治安はよろしくないかもしれない、銃弾が多少飛び交うかもしれない、銃や麻薬がバイバイされるかもしれないけど、まあ、市民が普通に生活している戦線があるわけでもない、ただの日常のワンシーンでしかないわけだな、はい、フェイクニュースを許さないって言ってるそうで、そのキービジュアルがまさにフェイクであるというこのトンチ、はい、TBS は愚かだのって思うよね、っていうかね、現在進行形でウクライナにドンパチやってんだから、ウクライナに行けばいいじゃねえか、怖いよ、はい、本当に戦場に行ってんならさ、そこの写真送ってよこせばいいじゃねえか、はい、ここから分かるのは日本の戦場記者と呼ばれるやつの多くはガチで戦場に行ってるわけではなく、安全したいからちゃんと思われる風景をただただ面白おかしく激写しているアホどもの集まりだということであります。まあでも命大事なのはわかるけどね、はい、ただそれで危険の最前線に行ったんだってのざまってるから腹立つんであって、ちゃんと事実を述べれば文句はないんだよ、戦場の近くに行った記者ならわかる、はい、テロが横行する場所に行った記者ならわかるけど、戦場記者と名乗るから問題が大きくなるんだよね、はい、なんでこう自称ジャーナリストは古代表現が大好きなんだろうね、そしてバレる嘘が大好きなんだろうね、バレないと思ってるのかな、はい、今の検証力、世の中の検証力をなめてはいけませんよ、はい、バレるんですからね、とある写真
言うたらこの動画から私らがどこにいるか、いや我々は普通に言ってるけど、まあ習慣も普通にバレるんだから、そういうご時世なんだから、私が何歳にどこに住んでるかも話したらバレてるかもしれない、はい、まあバレてると思うけどな、そんなご時世なんだから、君らのろくでもない画像だってバレるんだぜっていうのをいい加減しろ、はい、修正した後の戦場であったとしてもまだそれでもマシだっただろう、ね、本当に愚かしい行為だね、はい、TBS の戦場記者、これはまさに戦場に行ってない記者たちの物語であります。どうぞ皆さんお楽しみにしていただければ、そして、はい、嘲笑と冷笑と苦笑と爆笑をもってご覧いただければ幸いに存じます。ありがとうございました。